えー、皆さん、こんにちは。ということで、えー、金のね、先物のトレード分析なんですが、えー、現在は2月16日になって、えー、22月16日のまあえー、朝方ですね、えー、これから日本時間のまあ、朝になっていくということで、えー、そのじ時間帯です。なので、まあ、ちょっと2日分、 また立っちゃったんですが、えー、この日付ともう次の日が来てますので、えー、その次の日の分も含めて、えー、ちょっと自分なりの、えー、分析をね、ちょっとやってみたいと思います。まず、この陰線が、まあ、割と大陰線みたいな感じで入ってってるんですけど、まあ、予測としては、えー、この三角、 しの三角持ち合いみたいなものから上抜けた段階で、まあ、こう跳ね、えー、失礼しました。こう跳ね返っていくのかどうなのかみたいなとこがありましたけれども、まあ、結果的にはうん、まあ、この段階で、えー、これを騙しみたいな感じにして、えー、下抜けていくというところで流れ ここにギャップがありますので、えーそのまあ、下抜けたんですけど、まあ、その圧力としては、まあ、アメリカの CPI、物価に関するう事柄が大きく出たというところあります。でただ、このままこういうふうに、えー、陰性が、ね、続いていくのでしょうかという。 そこなんですけどそれに関しては、まあ、これ1本線を、ね、引かせていただいていて、まあ、このギャップが出たから、まあ、こっち方向だっていうのも、一つ理屈としてはあるんですけど、えー、この抵抗線、抵抗線というか、まあ、えー、下根を切り下げてきたので反発するんじゃないかという、まあ、逆張りの1つのサインという。 そこで、まあ、実はですね、うん、ここのうん、ここはいいと思うんですね。こことここはいいと思うんですけど、これに関しては、まあ、肩は当たってるんですけど、ここはこう、肘がちょっぴり出ちゃってるんですね、ここね。なんで、明確には、あの、シビアなサインとしては聞いてない、えー、ところで、えー、まあ、この、 下の圧力が強いっていうのもあって、うん、押し上げ切れてないなっていう印象ですね。同時値的なもので言うと、ここで跳ね返る可能性もあったんです。これはでも、えー、下値が、ここの下値は9615だったかな。だったと思うんですけど、ここは9621なんですよね。 ということで河野さんは6円ぐらいあるので、ちょっと誤差というには大きすぎるのかなというところで、まあ、跳ね返っていってもいいような形、雰囲気は見せてるんですけど、ここはちょっと飛び出てるのが気になるところですというのが、えー、この日の相場で、これが、えっ、ー、と、 採用しているこの平行あ、平行じゃないですね、移動平均線が、まあ、デッドクロスしたのというのもありまして、大因線だったのもあるし、やはり下げトレンドではあるんですが、反発の兆しが、まあ、微妙だけどなくはないよというような状況で、まあ、ここの、えー、日にちを迎えているという状況です。で、翌日どうなりましたかという。 ところなんですけどはいこちらが翌日ですねまあ先ほど取ったのがあんまり変わってないっていうのが分かるかと思うんですがまあちょっと上のチャレンジはやっぱりこう上髭が伸びてることでこう上根に対してのチャレンジは微妙にしたんですけどやはり陰線のまま とということでここまでで下がったんですねで。先ほど言ってたこの線っていうのが、まあ、微妙に効いてるような感じ。反発に対してですね、こうう上値、ね、逆に逆に逆張りになってくるっていうようなサインとして機能してるのかなっていうのと。 えー、まあ、これはあんまり意味はないんですけど、こうサポート的に跳ね返、サポートされそうな気もするっていうような線とか、えー、ここがまあ、えー、効いていて、ここで返してもう陰線にならなかったので、これですね、この線の、 跳ね返り、逆張りの作用が、えー、とその翌日では、まあ、下げが強かったので、陰性になっていたので、まあ、この次の足で陽線となって現れたみたいな、えー、いうような相場感になってますね。まあ、重要指標として、利高の発表がここであったので、 まあその辺を盛り込んで、下げの基調と、まあ、ここでちょっと戻してくるかな、みたいな、重要指標、ファンダメンタルのコンビネーションとしても、なんとなく、ここのあ合間は、えー、バレンタインデーということもあって、まあ、イギリスとアメリカは、まあ、祝日ということもあったので、まあ、一つ間として動き小さめかなで、ここで跳ね返しで戻るかな、みたいな予測は、 をもしかしたら立てられたかもしれないかなと思います。それが、えっ、ー、と、日足のここ2日間の、えー、動きの振り返りっていうところですね。はい。続いて、えっ、ー、と、30分足の方を見てみたいと思います。はい。えー、2月15日と16日の間のところなんですけれども、 えー、まあちょっと流れを見ていくと、えー、大きいね、えー、下げがあった後、またまあ下がってきてるよっていうところでの、うんまあ、この大きい下げがこうあった中で、えー、まあここのお水色の 移動平均線に反応して、ここでも下げが起きてですね、まあ、ここで反発はされたんですが、まあ、この後、下げの、下げから、まあ、ここの上げでによって、まあ、もみ合いみたいな形になって、この辺は少し、えー、まあ、バレンタインの話を先ほど、まあ、あイギリスだアメリカは祝日だったよというようなお話で、 動きがあれだったかなと思うんですけど、まあ、チャンスとしては、まあ、ここで入れたかもしれないですが、まあ、ちょっと朝早々だったので、えー、難しかったかもしれないですね。まあ、5分足とかであれば、ここのえ上昇トレンド、ここの部分ですね。こう、ぐーっと、ここはエントリーできた可能性はあります。ただ、この後は、 30分足的には、まあ、もみ合い相場に入っていますので、こっから、えー、ここぐらいまでは、あちょっとね、えー、レンジ相場狙いとしては、あーなんかまあ、この中央値で仕掛けるみたいなのがあるかもしれませんが、あんまり、えー、やらない、えー、エリアかなと思います。で、ここからは、まあ、上がっていくのかと見せつつ、下げに転じた ところがありましたので、まあもしかしたら、まあ角度は小さいんですが、あこのあたり、このあたり、こ、この足の中、あもしくはこのあたりで、えー、入る、もしくは、えー、しっかり遅めの移動平均線で勢いが出ていくるとしたら、このあたりですね。ただ、 ここがそこになってますので、まあといっても、これが効いてるからなんですけど、えー、このあたりでえ利益を確定しておく必要があるのかなっていうとこですね。ここも、まあここで入った場合、朝素早く入れた場合、ここで利益を確定しておく必要があるかなっていうとこですね。で、この上昇トレンドは、えー、30分足としては、 えー、そうですね。まあ、MacD がここで上抜いてますからあ、ここでまあ狙ってもまあいいんですね。最初の段階としては。あとは、まあ、グランビルの法則的なものですけど、あと、ここもいいですね。 ただこう、ヒゲがぴょん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 伸びてて、えー、5分足とかで見ればわかるんですけど、結構、あの、波うねりながら上昇していっているっていうのがわかります。そして、えー、この10時半で需要指標がありましたので、まあ、そのファンダメンタル的に向きが変わる可能性がありましたから、ここで一旦手締まうというようなことを考えると、おまあ、このヒゲで、 少なくとも終わらせられればグッドだったかなと。で、このヒゲも、まあ、早々に、あ、もうこの、えっと、流れは変わらないなという判断ができれば、このあたりでね、えー、このあたりですまた再エントリーかけていくと。エントリーをここで、えー、ちょっとこれだとわかりづらいですね。 この辺りで理覚する。で、エントリーする。で、もう一回、ここの辺りでエントリーして。で、これはまあ、そうですね。ここの髭の中かな。この、まあ、この中、辺りで、えー、まあ、トップはなかなか難しいので。 天井で取るのはなかなか合理的じゃないので、ね、まあ、この辺のどっかで取れていればいいでしょうということで、この重要指標を挟んだ後も上昇トレンドに乗って利益を取れる場所だったかなと思います。でここに関しては高値を切り下げていっているので、まあ30分足としてはまあもううまみのあんまりないところかなというふうに思いますね。もしかしたらここで入って、 えー、ここで取るっていうのが、まあ、トレンドはまだ継続してるからっていうのはあるかもしれませんが、なかなか、どうだろう、一旦これだけ取れてればいいのかなっていうのもありますね。うん。まあ、ざっくりそんなとこです。で、えー、今の、まあ、2日分の流れを5分足でも、えー、おさらいしてみたいと思います。はい。 えー、これが5分足で、まあ、14日のその CPI の大きな下げっていうのがこれですね。で、まあ、ここでは、あまあ、どこで止まるのかなということで、まあ、ある意味、こう、ダブルボトムがきれいに、まあ、綺麗そこまできれいではないが、まあ、きちんと出てるので、えー、もしかしたら、あのー、この下げではもちろん確定するんですけど、 この,この辺りですね。この辺りで、えー、エントリー仕掛ける、もしくはこの辺りでエントリーを仕掛けて、えーまあ、ここで利益を取っていくっていうのも、不安足的には可能な相場にはなってると思います。まあ、この跳ね返り、戻しを取るってことですね。それはできなくもないかなと。でここに関してはまあ収束するような時間帯でもあるので、 ええー、まあ、もうお休みでいいのかなと思いますね。で、その翌日はまあ、バレンタインデーで、まあ、もういいよ、今日は休みでいいよっていうのもあるかもしれませんが、まあ、意外な形でここ、下げが、あ反発で起きてますので、えこ、ー、れがまあ、乗っかれれば、この足で入ってもいいですね。 まあこの度頭で入れれば一番いいですけど、まあ、遅れたとしても、おこれを見た後に取っていくと。ただ、すぐ返してますんで、V で返してますんで、えー、この辺でやっぱり終わっとかなきゃいけないですね。 であとはもうちょっと値、ね、動きが小さくて、えー、あれですね。これ日付をまたいだ後、これもまさに V ですね。これはある意味ス,カスパイクが入ってるので、えー、サインとしてはこのスパイクを見た上で、えー、ここあたりで入っていけると、 いい感じだったかなと思います。で、これはもうトレンドがある程度継続しているので、えー、この水色ね、跳ね返すのも綺麗な感じなので、えー、ここですね。このあたり、このあたりからこのあたりなんで、えー、利益を確定できれば、えー、ここのね、相場が、 取れてるんじゃないかなというような感じですね。はい。えー、次の1枚に行きますね。はい。えー、今、さっきの,そうあのチャートで、この下げるとこのスパイク、そしてこの上げ、えー、そして、まあ、そうですね。この辺りで、 えー、理学みたいなお話をしましたので、この続きからですね。で、これはまあ、ロンドン市場の相場だったので、まあ、チャレンジできれば、えー、よかったのかなと思いますが、えー、まあ、意外とね、動きがあったので、まあ、意外だったんですけど、バレンタインデーなのにね。で、えー ここにもまた下げと上げが、まあ、一応波として出てきているので、えー、取れなくはないのかなっていうとこです。えー、ここもし入るとしたら、ここで水色と緑の えー、レッドクロスが起きてるんで、えー、まあ、ここでね、来るのかなと思って返してますけど、まあ、このあたりでエントリーできれば、うん、いいのかなと。で、これもなかなか難しいですね、止めどころがね。ただまあ、こ、これも、こういう感じで、変則なダブルになってますんで、 この辺で、終わりですね。でえーまあ、そこまでうまくできないですけど、ここでまたエントリーし直せば、えー、そうですね、これは難しいね。 まあ、ここの辺が天井なんでうまく取れればいいですが、ざっくり言うと、こっからここの間か。ここの間で理覚ですね。もしここで理覚と同時に、この辺で手放して、またエントリーしてっていうのができればですね。えー、30分足とかでは、この辺はあの正直エントリーポイントじゃない相場になっていると思うので、 5分足でだけを見つつ、この波を捉えるっていうのであればチャレンジできるようなとこですね。で、ここは、ま,あ、また夜の、えー、朝方にかけての部分になっちゃうので、ちょっとまあ割愛って感じで、僕は割愛しちゃってます。ただ、ここはこう微妙に <laughs> 上昇相場になってるのはちょっと意外なんですけどね。はい。 で、翌朝迎えての、この、まあ、下げなんですが、取引量はね、意外とこう、多いんですけど、うん、エントリーポイントとしては、ちょっとこ、細かい値動きで、えー、下げのタイミングが、まあ、15分足、30分足等で、えー、測った上で9時半とかですね。 おそらくこの辺りでいくっていうのが一つ手だったかなと思います。で、こう返して、ここでなんかこう、レンジ相場に明らかに入ってますんで、まあ、このレンジ相場に入っちゃったな、じゃあちょっとストップかなっていうところですかね。はい。 さらなる、こう、下げがあるんですが、これを、どうだろう。うーんまあ、持ち続けられるかどうかはわからないですね。ここで、まあ、エントリーして、まあ、ここまで引っ張れれば、そりゃ、押したことはないですが、まあ、ここで、えー、この11時以降の、うーん、レンチ相場で、えー、一旦、 利益を確定しちゃうの、この5分足だったらですけど、っていうのが、まあ、自然の流れかなと思います。この下落に関しては、えー、ちょっと取りづらいかなと思いますね。はい。まあ、ここで入って、仮に入ったとすれば、 まあここで完全に厚く、えー、跳ね返ってますんで、えー、この辺りでえ6円とか8円ぐらいをキープするっていうのはまあ悪くはないですね。取れればですけど、なかなかでもこれはここに行くっていうのは難しいかもしれないですね。はい。そして で、最新の5分足のとこまで、えー、行きたいと思うんですが、うん、はい、えー、今この下げの、も、えー、し入るとしたら、まあ、この辺かなっていうね、9時半あたりかなっていうとこで、で、この辺で、えー、利益、このレンジ相場のとこで、あ、もうトレンド終わったかなっていうとこ。 で、これはちょっと取りきれ、取れるか取れ、取れにくいかもしれないけど、もし取れれば、まあ微妙に、ちょっと取れるねっていうところまで話しましたね。で、ここは明らかに跳ね返ったんですよね。この、9621っていうのが、えー、まあ、ちょっと反転ポイントで、日足の方では取り扱っていたんですけど、 まあちょっとその日足の方のところを思い出していただくと9621っていう数字が出てたと思うんですが、まあ、それが意識されてこう鍋底みたいな感じになってるわけですねでまあそれで返してきたなっていうことででどうだろうねこの鍋底に対して 反応できるかどうかなんですけど、まあ、このあたりのトレンドラインがなんとなく見えてきたのであればあ、ここでトレンドラインが、これだとあれかな。やっぱりちゃんと線を引けた方がいいですね。 この波が出た上で、えー、ここと、ここ、ここと、まあ、ここですね。という意味で、ここが狙えるかもしれない。ちょっとアーリーですけどね。波が下がってきて、えー、上がってきたというところに対してのこの辺りですね。 で、それが無理であれば、あ次の波として、このあたりかなと思います。ただ、微妙にこのトレンドラインが切り下がってるので、僕もちょっとそこは気にしました。これはリアルで見てた時間なんですが、ちょっと気にしましたね、そこはね。でもまあ、結果的に言うと、えっ、ー、と、量刑、OK、だったっていう感じですね。 角度がちょっと切り替わった。でこれは、えー、当然10時半と、えー、重要指標なんです。下げるタイミングなんですが、この下げで、あ、元に戻ったなって時点で、この辺りからね、えー、この辺りから仕掛けに入っていっていいんじゃないかなって思わせるポイントでしたね。で、この高値が、えー、意識されてましたので、 ちょっとここ、ちょっと微妙にね、反応してるんですよね。で、その後も、ここの、えー、高値圏に対して、上抜けて、えー、下抜けて、戻してみたいなことをやって、で、ここも反発になってるんで、ここのお高値っていうのは、まあ、ずっと継続して意識されてたっていうのと、まあ、このあたりの価格帯に、 結局落ち着きにいったっていうとこなので、えー、ここにまあダブルトップがありつつの逆のダブルボトムがあるみたいな結果的に形になっていて、それをこのまあ意識された辺でえやっているということ、結果論ですけどね。だからまあ、ここの上昇が えー、取れれば、こ,この中では一番大きい上昇なので、一番グッドかなと。で、この反発もまあ、取ってもいいんじゃないかなとは思いますね。ここで一旦反発してるので、ここで入って、えー、まあもう夜3時で遅いんですけど、まあもし起きる、ちゃ起きてる力があれば、 この、うん、部分はとっても悪くはないかなと。で、これに関しては非常に見解が分かれますね。えー、移動平均線の跳ね返りで、まあ、入ってもいいんじゃないかっていう、勢いを見極められるかどうかっていう意味では、この足で入って、 この,この足中に取るみたいな、ちょっと忙しすぎますね。ちょっと忙しすぎるので、まあ、取れなくもないですが、ちょっと忙しすぎるかなっていう印象ですね。やっぱ一番はこれですね。この、うんとえー、重要指標のアメリカの,その小売り関係の発表の後のタイミングで入れるかどうかっていうのはまあ、今日の山一つの山だったかな。 あまあ、このチャートでっていう意味ですけどね、えー、かなと思います。ということで2日分の、えー、1日足と30分足と5分足、えー、やってきました。